イドルグループモーニング娘。メンバーだった福田明日香35がヘアヌード写真集 DASSIONABLE 講談社を発売することが22日分かった。モームメンバーのヘアヌードは初。アスカ名義で参加していたボーカルグループピースストーンは今月10日に活動休止を発表しており、今後はこの写真集をきっかけに新たなステップアップを目指す。写真新たなステップアップヘアヌード写真集を発売する福田明日香。福田は98年1月14歳の時にモーニング娘。メンバーとしてメジャーデビューした。学業優先を理由にグループを卒業し芸能界を一時引退も、11年にボーカルグループピースストーンのアスカとして芸能界に復帰。18年1月デビュー20周年記念日に開催されたハロープロジェクトのツアーコンサートに初期メンバー5人がサプライズ出演。福田も感激の涙を流していた。今回の写真集を仕掛けたのは大西ゆかや高部智子、アマチマリラ、数々のヘアヌード写真集を仕掛けてきた高須本次氏、享年71の長男の元井一郎氏、42。昨年9月に父が他界した後、父が創業したモッツ出版を引き継いだ。父が入院している時に話を進め、本来なら父の最後の作品として世に送り出したかったという。元井一郎氏は、契約が決まったら父に知らせようと思いましたが、間に合いませんでした。父を追いかけるわけではありませんが、令和のヘアヌードブームを仕掛けたい、と話した。カメラマンにはファッション界では有名な女性の綿田彩子を起用した。マタニティヌードブームを起こしたカメラマンということもあり、福田を口説いたという。さらに版元は講談社に決まり、難密の写真集を制作したスタッフが参加することになり、福田も脱ぐ決心がついたようだ。写真集のタイトルは、DASSIONABLE、6月19日発売予定。ファッションとエーブルを掛け合わせた造語で福田自らが考案したという。作品の一部は、24日発売の写真週刊誌、フライデーに袋閉じで先行掲載される。撮影は昨年12月から1月にかけて行われた。父のイズムを引き継ぐ意味もあり、昭和モダンが残る新宿大久保にある昔のラブホテルも使ったという。元井一郎氏は、次は某アイドルと某女優に声をかけています。ファンの方のご期待に応えたいと脱がせ屋も引き継ぐつもりだ。